田原。頼む。城に美女がいるらしい。引っ捕らえて董卓様に献上するのだ。おお、なんと立派な城なのだ。大将様の新たな居城にふさわしい。世の混乱に乗じ大関を働く非道の輩め、粛清してくれる。相変わらず硬いことだ。教えてもらえますかね、芝生さん。おい、嫌いで何があったのか。俺は諸葛丹とたもとを分かっちゃう。この戦いには参加せず、小田原城にも、けど小田原城の救援にはいらないぞ。結局上田城に勝ちた。なるほど、負けたってわけですか。さすがですが、将兵らの士気も高まりましょう。将兵らの士気も高まりましょう。さすがですが、将兵らの士気も高まりましょう。ですな、上田城は院長様にこそふさわしい。さあさあ、城下より先に城を落としましょう。敵は共闘しているわけではない。それを利用して格好撃破を狙おう。私は董卓軍を引きつけましょう。その間に炎章を倒してください。爽やかな女性をおとりに突起が引けるのか。現状ではそれが最良か。ではよろしくお願いする。おい、妖魔と人の共存、この崇高な理想が理解できぬとは。こりゃ完全に騙されてる。
れたみたいね。一時はどうなることかと思ったけれど。疲れた。久しぶりに力いっぱい本気を出したぜ。ま、こんなところだろ。師匠だ。あなたは素晴らしい。うまくいったようね。さすがだな。やるな。お見事。ほう、やるじゃないですか。